アレクシス・バルタザール・アンリ・シャウエンブルクは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期に活躍したフランス軍人である。最終階級は、少将で、シャウエンブルク家出身。フランス革命が勃発する以前は、フランス国王軍に奉職し、1791年には、上級巡将まで昇進した。その後、ライン軍で戦い、1793年には、少将に昇進した。 そして、モゼル軍の司令官となった学戦士、同年9月14日のピルマゼンスの戦いで、プロイセン王国軍に敗退した。この頃フランスは恐怖政治に突入し、その間シャウエンブルクは投獄された。しかし1795年には再び不評、観察官となり、1798年1月にはナポレオン・ボナパルトの下でスイス進行を指揮した。3月1日には、 ゾロトゥルン氏を占領し、3月5日には、カール・ルートヴィク・フォン・エアラフ派率いるスイス軍に対し、グランホルツの戦いで勝利した。シャウエンブルクは3月8日に、ヘルベティア共和国軍最高司令官となり、5月には、ビンケルリートレーハイドを破壊しながら、中央スイスの抵抗を撃破した。この進撃は、ニートバルデンの恐怖の日々として知られる。12月10日に、 アンドレ・マッセナが最高司令官となり、シャウエンブルクは1813年までストラスブルクで陸軍監察官として務めることとなる。1814年にフランス復興制によってルイ18世が即位するとこれに従い、同年12月24日に辞職するまでかつての軍内での権威を取り戻した。シャウエンブルクの名はエトワール外門の南柱第23列に記名され、 後世に名を残すこととなった。シャウエンブルクコレクションは、シャウエンブルク将軍の名にちなんで命名された。軍事的に重要なベルン州の古地図のコレクションで、1798年にシャウエンブルクによって没収されていたものを、その没後に相続人から返還されたものである。現在保存されている62枚の地図は、1989年に作成された副社である。 ありがとうございます。